今ですね、外出先ですね、外出先で外をね歩いてますけども、喉がね、カラカラですね。はい、結構ね、まずい状況ですね。はい、いつから水を飲んでないかというとですね、昨日のね、夜牛乳をね飲みましたね。一杯だけ牛乳飲みましたね。でご飯を少し食べましたけども、昨日の昼ぐらいかな、昨日の昼ぐらい水を一杯ぐらい飲みましたけども、まあ食事でね、スープとかで水を取ってるので、まあ昨日の昼はね全然大丈夫だったんですけど、昨日の夜ね、夜に、あんまり水分的なものを取れなかったですね。というか、ご飯をおにぎりぐらいしか食べてないので、まあ、お腹も減ってるんですけども、で今日ね朝起きてですね、お腹減ってたので、鶏肉の焼いたものと、それから、ご飯を茶碗に半分ぐらいかな、それで、急いでたんでね、この水分的なものはお味噌汁をちょっとだけ飲みましたけども、あんまり取ってないですね。でもうね、昼の、まあ昼ご飯時を過ぎてますけども、いやー喉がね、カラカラですね。はい、最近ねちょっと涼しくなってきたので、意識的に水分をね補給するのを忘れてたんですけども、夏場だったらね、結構ごくごく水を飲んでたんですよ。はい、部屋の中でもね汗をかきますので、まあ水分補給ということですけどもね、最近秋口になって気温がね低くなってきてね、空気が乾燥して汗が乾くのでね、こう汗をかいてることあんまり気づかないんですね。はい、まあ背中とか汗でねびしゃびしゃになってれば水分補給しなきゃとわかるんですけども、ちょっとね忘れてましたね。近場にね自動販売機がさっきあったんですけど、まあ、わざわざ買うほどのことでもないなと思いながら歩いてましたら、相当ですね、喉カラカラになってますね。昔に聞いた話だと、こう喉のね渇きとかを感じるようになった時点でもう遅いらしいですね。すでに脱水症状が始まっていて、自分で喉が渇いたなとそう思い始める前にね水を取っとかないといけないんですけども、いやちょっとね唇がパサパサになって喋りづらいのはあるんですけども、まあ水をね取らないとね、こうなんていうか、もわっとねこう喉カラカラっていうね信号が来ますよね。はい、でなんかこうキョロキョロしちゃいますね。水を飲めるところはないかどうかね。さっきですね、ちょっとトイレ行きましたけども、トイレのね、洗面所の水っていうのはあれ飲めるんですかね。まあ死ぬか生きるかだったらね、迷わず私は飲むと思うんですけども、あんまりこうね飲みたくはないんですよね。でまあ飲まないんですけども、一応ねこの手を洗ってる時にね、喉乾いたなと思いながらこう洗面所のね、水をですね眺めていたら、こう洗面台のところにですね、注意書きがしてあって、こちらの洗面所の水はですね手洗い専用ですみたいなこと書いてあって、まあ飲んだりね
こう頭を洗ったりしないでくださいと、そんなに書いてましたね。飲んじゃいけない水らしいですね。いやーこれはね、参りましたね。普通ですね、飲んじゃいけないって言うと飲んだら健康に悪いとかね、そういうことなのかなって思ってしまいますね。だいぶね歩きましたけども、もうね自宅までもう少しという感じですね。自動販売機とかがですね、ある地域まで来たんですけども、まあ自宅までもう少しなので、まあ買うほどじゃないんですね。ちょっとね自宅まで歩いていきたいと思いますけども、喉がねもう限界ですね。はい、カラカラですね。はい、でちょっとルートをね変更してですね、最短距離で、自宅に向かってます。はい、さっきですね買い物にね行ってたんですけども、一件ね忘れちゃいましたね。はい、服屋さんにね寄っていこうかなと思ってたんですけども、服屋さんに行くの忘れましたね。そのね服屋の前のね店で喉乾いたなと思ってて、ですね、まあ忘れましたね。はい、その服屋の前の時点でねこれはやばいと、これはなんとかしないなと思いながらね、まあ帰宅を始めたんですけども、やっぱね喉乾いてるとそれが優先しちゃってダメですね。もうちょっとね口の中がねっとりとしてきて、喋りにくさはねなくなりましたけども、ちょっとねねとねとしてますね。いやーどうしようかな。もうすぐそこなんですけどね、家まですぐそこ。もうこの地域になるとですね自動販売機もほとんどなくなっちゃってますから、もう家に帰るしかないんですけどね。はい、参ったな。はい、ちょっとね思い出したのがね、昔ですね遠足に行くときにね、子供の時遠足に行くときに水筒をね持ってこいっていうのが多かったですね。まあ、小学生が持つ水筒ですからね、まあ、大した量はね入らないんですよ。こう斜めにかけてね、肩から斜めにかけて、まあ、申し訳分程度の水筒なんですけども、そこにお茶なんかを入れてってですね、それ必ず持ってこいということでしたけども、あれは結構大事ですよね。今からね考えるとすごく大事だなと思いますね。まあその当時はね重たいだけでね邪魔になるので、嫌だったですね水筒はね持ってくのは。で水筒ってねあんまり量入らないんですよ。1リッター2リッターも入んないんじゃないかな、あれな、子供用の水筒はね。だからこんなの1回飲んだら終わりだよって思ってましたけども、いやー水筒はね持ってってこまめに水分補給するってのは大事ですよね。